はい、今回は増税メガネ岸田がメガトン増税しようとしているヤバいニュースこちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、ニュースになっているんですが、まあ、ただただもう理解できないですし。ただただおかしいとしかまあ思わない話なわけですね。で、まあ,あニュースになっている内容もそうですし。まあ、あそれにそれに関してえまあ、思うところということで、まあお話ししていこうと思います。で、まあ、最初にちょっと僕のまあ、憶測なんですが、まあ、多分合ってるとは思うんですが。 あの分からない部分もあるということで、ちょっとお話ししていこうと思うんですが、岸田っていうのはね、増税眼鏡とか減税嘘メ眼鏡とかって言われてますが、全くもう支持されていないわけですよ、支持率はおそらく1%未満だと思うんで,で、財務省もですね気がついてると思うんですね、もう岸田ではダメだということで,で、今のうちに財務省の言いなりである岸田に、あらゆるまあその増税をさせようと、そういったことを画策してるんじゃないかと思います。つまり 岸田の後はもう誰になるかっていうのは決まっっててるんですよ岸田っていうのはもう退陣することが決まっており、その後自民党政権にさせようとか、まあそう、そういったことでですね、何かシナリオがあるんじゃないかと、まあ、そういうことが考えられる。で、このニュースの中に出てくるんですが、まずもう本当に、えー、はっきり言って意味がわからないですね。皆さんも多分そう思うと思うんですが、まあ、何が意味がわからないのかっていうと、 あの森林環境税とかって言うんですけど太陽光パネルとかで森林をどんどん壊してねで明治神宮も壊して再開発とか言ってるじゃないですか何が森林環境税だっていう話なわけですよ意味がわからないじゃないですか,だからこれって多分意味が違うんですよ日本国民が分かりやすく言って、えー、ね1億人いるとしたらこの森林環境税が1000円ということなんで1000円かける1億で1000億円の税収が見込めるんですね 単純に1000億円の税収が欲しいからこの森林環境税ということを言ってるだけだと思います。わけが分からないからね。うん、で、あと、今回のニュースでですね、とても、えーね、懸念しないといけないのは、扶養控除を縮小するということなんですよ。これってね、子供を育ててる家庭がどん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 厳しくな,なるわけですね。少子化にもつながりますし、子育てされてる家庭の人がどんどん厳しくなる。日本国民にとってマイナスなことしかしない。 まあそういうことを言ってるわけですよ、だからわけわかんないっていう話なわけですね。で、えーまあ、ニュースの中にまた出てくるんですが、年金を5年支払い、えー、延長するっていうんですが、僕、これ、思ってることがあって、あのリスナー様もこれ、思ってることある方いらっしゃるかと思うんですが、おそらく今日本、日本のです、ね、年金というのは多分ないと思うんですよ、別にでたらめでもなんでもなくてね、安倍晋三が日本国民の年金を投資して減らしたんですよね、これって事実なんですよ。 あの別に僕だけでなく、知ってる人は知ってると思うんで、でその安倍晋三のツケを今、国民がまあどうにかこうにかその5年支払いを延長するとか、そんなこと言ってるんだと思うんですよ。こういった,かんこういったあ観点からも、ですね安倍晋三って全く支持できないと思うんですけどね、日本国民の年金を投資してすり減らすってわけわかんないじゃないですか、年金なんて投資していいはずがないんでね、普通に考えれば、うん、ただ、安倍っていうのも,もう売国奴ですから、もう本当に言われるがまま。 宗主、ね、国米あるいは東丸の言われるがままですから、まあ、岸田も、まあ、似たり寄ったりのところがありますが、まあ、ひどすぎるまあ自民党のまあ人間たちということですね。で、ニュースを考えていこうと思うんですが、岸田がです、ね、メガトン増税をすると、4万円減税した後に森林環境税、扶養控除をまあ縮小したり、年金支払い5年延長をするということなんですね。で岸田が まあ増税メガネとか減税嘘メガネって言われてるが、まあ、さらにその、ね、名前があまあ変わるんじゃないか、進化するんじゃないかっていう、まあうんまあ、このメガトン増税って言ってるのもなんかもうよくわからないですけどね、はっきり言って日本国民が生活できないように、えー、まあしていこうとしてるとしか思えないんですけど、で、岸田のですね、この <laughs> 所得税の 4万円の減税っていうのは全く無意味なんですよね。今、日本国民が必要なものっていうのは、消費税の減税、消費税の廃止なわけですよ。でこの所得税の減税を2024年の6月からするとか言ってますけど、うん、そんなことしても経済効果は全くないし、でなんかそれに関するまた財源がないとか、ね、意味のわからない、わけのわからないこと言ってましたけど、まあ、それに対しても国民からの反発が出てるわけですよ。うん、その額が少なすぎると、い1年間4万円減税ね。 所得税を1年間で4万円減税した月3000円ぐらいじゃないですかど。どうしろって話なわけですよ。で2024年の6月、まあ、それまではもうどうすんのっていう、うん、今年の冬を乗り切れない国民がいるのに、そんなね、のんきに2024年の6月まで待ってるっておかしいわけですよ。で、その1回だけの,、まあ、その所得税減税っていうのはもうけケチだとかって、そういった、まあ、多くの、えー、批判、非難の声が出ていると。 日本国民が求めているものっていうのは消費税の減税、消費税の廃止なんですね。しかし岸田は消費税の引き下げを検討すらしてないわけですよ。で効果についても考えてない。日本国民の意見など完全に無視してるわけですよ。民意を完全に無視しているのが岸田っていうことです。そしてえ岸田がですね、この減税ですね、所得税の減税を打ち上げた後に、その後ですね、 大増税ががあるるということが分かっているわけですよで。今回のその話っていうのは、その大増税の中身っていうか、内訳なんですね。それがまあニュースとして出てたんですが、その一つ目が、この森林環境税っていうものですね。2024年から、えーね、国内に住所のある個人に対して課税さ,課税されるまあ税金ということで。 一人年、えーまあね、1000円ということで、えー、もう1億人いたら1000円で、えーまあ、先ほど言ったようなその資産が出るわけですよ。1000億円の税収ねそ。それを取るためであると考えられるわけですね。うん、で、この <laughs> 森林環境税に関してですね、いろいろ言われてるんですが、こニュースにもなってるんですが、えーまあ、税を取る前に2019年からスタートしている制度で、各自治体への配分も決まっているって意味がわからないじゃないですか。まだ始まってもいないのにね。でえーもう この意味が本当にわからないんですよ、うん、私有林や人工林の面積に応じて50%人口に応じて30%林業従事者に応じて20%とか言ってるんですが、えー、森がない渋谷区にも3年間で4600万円交付されてるってこれ何を言ってるのかわからないから単純に1000億円というまあ税収を取れるそれだけだと僕は思ってるんですけどね理由をつけて、えー、この税収を取ろうとしているっていうことですね。 でこの森林環境税による税収は、ね、年600億円と見込んでいるが、3年で配分された840億円のうち47%に395億円が消化されずに、基金として、えー、積み立てられて、残ってるわけじゃないですか。で取る必要がないんですね。これ森林環境税の必要がないんですよ。だって金残ってるんだから、わけわかんないじゃないですか。 で今度岸田がですねこの防衛費、あるいは軍事費をですね43兆円かなあっていうので、それの増税にすると、タバコ税とかあねその所得税とか、そういうの言ってるじゃないですか、でそれも決まってないと、だからそもそもです、ね、この防衛費とか軍事費をこんなにかさむ必要がないんですよ、創始国米からですね使えるかわからないガラクタみたいなものを買って、それで43兆円って意味がわからないですからね。うん でそう思ってる人は結構いるはずなんですよ、日本国内に。うん、で、そういったおかしいことがあると。で、さ,さらに、えー、ここなんですよ、多分まあ今回の件帯、いろいろおかしいところがあるんですが。 えーまあ、この扶養控除の縮小、だからその子育てしている家庭がさらに厳しくなる、そういったことが考えられる、でえー、所得税の負担をまあ軽くする扶養控除をめぐって、その高校生のいる子育て世帯の控除額を縮小することが検討されていると、こういうのが一回検討されるとです、ね、どこかのタイミングでする可能性があるんですね、最初は控除の廃止も検討されたが、まあ、世論が反対したんで縮小にとどまったと。でさらに そこからですね、児童手当を、まあ、増収増になっても扶養控除の減少が大きければマイナスになるってだからもう何て言うんだろう国民生活が良くなるかどうかってそんなことを考えていないわけじゃないですかだって国民生活が良くなるかどうかっていうことで考えればこんなことするわけないじゃないですか3人家族で高校生が1人いる場合年収850万円以上の世帯では児童手当を月1万円もらっている。 えー、もらっていても不、扶養控除廃止になって、負担増になるっていうことも言われているわけですよ、だからこれ隠れ増税だって、うん、このニュースで出てるわけですね、だからこんなのし続けていたら、まず子育ても難しいし、日本国民も過ごせなくなるわけじゃないですか、だから本当にあの、ね、機民政策って、国民のためにならないことだけをやっているとしか思えないんですよ、うん、全く僕には理解できないし、まあ、リスナー様も理解できないと思うんですよね。 でえー、ここからまたあ,あるのがこの年金支払いの5年延長ということなんですが。 これは増税ではないが、実質の負担増と言われてるんですが、た多分年金がまあないんでしょうねえ。ゼロかどうかっていうのは分かりませんが、えまあ、ないから、あまり払いたくないからっていうことで、どうにかこうにかして引っ張って、え年金支払いを5年延長させるっていうことですよ。うん、だからあ、日本にですね、実は年金がないんじゃないかって思ってる人はあいるんですよで。そのことを隠してるんですね。で、あのそのことが分かられないように、 なんかいろいろ5年間延長しますとかな,なんじゃらかんじゃら言ってますけど、うん、もう全く意味がわからないしでさらにこの統計が出てるんですが、まあ、5年間延長するってことは5年間保険料を払うわけじゃないですかだいたい5年間で99万円100万円近く払うわけですよ国民の負担が増すじゃないですかで国民にこういうことを知らされずにこういうまあ増税ですよ、ね、をしているっていうことがこのニュースで書かれていて メガトン増税岸田とかって言うんですがまあ、その増税メガネの次はメガトン増税、えー、まあ、岸田になるんじゃないかっていうことなんですけどまずもういろいろ問題がありすぎて、えー、もう全く訳が分からない、まあねえー、っていうところなんですがまずですね まあ皆さんも思われると思いますし、僕はあこれを思うんですが、えー、岸田がですねこの防衛費、軍事費43兆円、えー、このですねアメリカに、えー、吸い取られる、このこれをまずどうにかしないといけないんですよ。で、えー、仮にですね、えー、防衛費、軍事費が43兆円、もうどうにもならないとするじゃないですか、そうしたら別に国民に増税ではなく、うん、<laughs> 国債を発行して、えー、防衛国債とかそういったものにすればいいんですよ。ああああるるいいいいははでですね、えー、ままあ、少子子化もそ、まあ、その、まあ、名前はいろいろあるでしょうううけど、まあ、子供国債とかそういうふう ににして、うん、別に国債を発行すればいいんですがそうせずに増税とかっていうことを言ってくることが意味がわからない全くその経済の原理にも全く反してるっていうかもう何て言うかもう理解できませんからね岸田も財務省もまあ米の指示なのかなんだか分かりませんけど、うん、っていうのがまず1点です。そして 皆さんも僕もこちらを多分思われると思うんですがあまりですねニュースではこの言葉を聞かないんですねデフレインフレとかっていうんですがデフレでもインフレでもないんですよ今日本というのはこのスタグフレーションという非常に経済状況上まずくなってるんですね。 うん、生活必需品の物価がどん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 上がる、で国民の給料、手取りがです、ね、18ヶ月連続で下がる、物価が上がり、給料が下がるというこの状態ですねえ、こうなってればまだ話は分からなくないんですよ、物価が上がり、給料が上がるで,であれば対処できるものもあるんですよ、しかし物価が上がり、給料が下がるという時点で、国民生活が厳しくな,なるだけじゃないですか。 だから、岸田が経済、経済、経済っていうんであれば、これをしないといけないわけですよ。で、この状況下で何が必要かって言ったら、消費税減税、消費税廃止が必要なんですが、全く岸田はそのことをしない、だから日本国民のことなど、岸田っていうのは全く考えていないわけですよ。 だから今回のニュースでも分かりますが、岸田というのは国民を完全に見下している、おそらくもう岸田の退陣というのは決まってるんじゃないかと思うんですけどね、うん、もうさっさと退陣しろと、まあ、願いますし、で今度、ですねえ、岸田が変わっても自民党があ政権を維持し続けたら、また同じように国民にとって厳しくなるんで、もう自民党政権の交代を本当にえ切に願います、うん。このなんかね、 えーまあ、ニュースで話題になってるんですが、このメガトン増税っていう単語であったり、この森林環境税、謎しかないじゃないですか、でこの扶養控除を縮小するっていうのもおかしいし、うんまあ、2つ、まあまあ、まあ、どうでしょうね、つかな、扶養控除を縮小するっていうのはおかしいし、この年金の支払いを延長するっていうのがおかしいですね、まあ、この森林環境税っていうのはた、単純に国民に対する名前を書いた増税だと思うので、 まあこういうまあニュースが出てきて、ですね国民生活がさらにえね厳しくなる、あるいは日本国内の経済がさらに悪くなる、そのようにえ思いますということで、その前にですねまあ決まってるかもしれませんが、どっかのタイミングで選挙があったら、岸田を退陣させて、ですね自民党政権交代、そうするのが僕たち国民にとってはとても必要だとまあ思いますということで、今回はちょっと注目されているニュースについて思ったことをお話しさせていただきました。最後ままままで聞いていいててただきましてありりがとうござすす今回はこ,こで終わります 失礼いたします。